ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ S5 スポーツバック2021年式18,000キロ、こちらの車両になります。伊藤さん、お久しぶりでございます。お待たせしております。だいぶ期間が空いちゃいましたけども、そうですね、久しぶりのこのコンビでお届けいたします、はい、で今回アウディ S5 スポーツバックっていうことなんですけれども、はい、ポイントとしては3つぐらいあるかなと、はい、そうですね、はい、まず1つはモデルチェンジがもう間もなくじゃないかって言われてるんですか。はい、はい、でしかもそのモデルチェンジが、まあ、磁気型純ガソリンが消滅しちゃうのじゃないかなっていう、はい、噂がちらほら出てるんですよね、はい、そうですね、ちょっとまあ憶測なんで何とも言えないところなんですが、ちょっとまあ大きく変わってくるのかなっていう情報になってます、はい、電動アシストがおそらく追加なりますね、はい、おそらくされるんじゃないかって言われてるのと、はい、あとは標準モデルの A5 の方はもうほぼ全滅で確定みたいです、はいはい、なんでフル電動は e-tron 系に任せて、はい、そうですね、まあ、電動アシストがついたものだったりとか、はい、PHV なんかが追加になるんじゃないかということで、はい、まあ、純ガソリンのモデルを楽しんでいただくのは、まあ、区切りにもしかしたらなるんじゃないかなと、はい、でもう1点は後期型かっこいいじゃないですか。そうですね、だいぶ変わりましたね、はい、で今回ご紹介させていただくのは後期型なんですけど、はい、だいぶ RS に寄せてきましたよね。正直パッと見 RS っていうスタイルになりましたね。そんな感じですよね、はい、前期型ってこうグリルだったりだとか、はい、バンパーの衣装だったりとかっていうのはどっちかというと A5 に近かったですよね。通常モデルの方に近かったですけども、はい、まあ、RS がその後追加になったっていうこともあって、はい、RS の方にだいぶ寄せてきたんで、はい、まあ、スタイリング的にもかなりシュッとしたなと。そうですね。そしてもう一つポイントとしては今相場がいい感じじゃないかなと、はい、そうですね、買いやすい価格帯になってきてると思います、はい、適度に落ち着いてきてるのと、はい、あと具体的に言うと S5 で今回こちらの車両に関しては動画なんで価格に関しては控えますけれども、はいはいはい、だいたい相場としては S5 今700万から800万円ぐらい、はい、中古相場がそのぐらいなんですよね。で新車が1000万円ぐらい、はい、で片やもう一個上の RS5 になると、はい、最低でも800万円ぐらいからですね、はい、で新車に近いようなお車だと1200万円ぐらい、はい、いきますね、はい、するということで、はい、めちゃくちゃ高程度のいい S5 を買うか、はい、まあ、いろいろちょっと距離だったりとか、はい、その辺を目をつぶって、はい、まあ、安めの RS5 を買うかっていうところだと思うんですけど、はいはい、S5、はい、その辺かなりおすすめだと思うんですよね。そうですね、はい、価格帯的にもあとまあスタイリングですとか装備ですとか見比べても、まあ、どうしてもハイエンドがいいっていうんだったら別ですけれども、まあ、ちょっとこうスポーティーなのがっていうことであればすごくおすすめな車両になります。ちょっと RS だと少しスパルタになりすぎちゃうかなっていうキャラクター的にもあるのと、ね、はい、まあ、その辺が中古相場すごく現れてるみたいで、はい、S5 になった途端に距離飛んでる車が結構多いんですよね。そう、結構多いです、はい、RS だと結構距離飛んでる車って珍しいんですけど、そう、あんまりないんですよね、はい、S だとすごいですね。あります、あります、はい、もう10万キロに近いような車とかも結構出てるということで、はい、やっぱりそれだけ乗りやすかったりだとか、はい、まあ、普段使いしやすいっていうところにつながってくるのかと。まあ、その辺の3つのポイントを押さえて今回ご紹介させていただきます、はい、で板穂さんも触れてましたけど、はい、まず装備がいいということで、はい、マトリックス LED のヘッドライトなんか全部標準装備になったということ で、はい、これ A5 とかも後期型は全部なってますね、標準装備になったということでかなり装備うまくなって、そして今回は、ブラックスタイリングパッケージがついているということで、通常アルミニウムルックが特徴的な S 系ですけれども、はい、それが全部ブラックになっているということで、はい、シルバーのパーツはないですよね今回。ないですというわけで、はい、このグリルの枠だったりだとかこのサイドのダクトのこの辺なんかも全部黒くなってる、かなり引き締まってていい感じですね。はい、もうそして やることがないです僕ら。確かに、はい、どんどんうちの仕事がなくなっていっております、はい、そしてグリルも横のフィンのグリルから RS に近いようなこの六角形のグリルになって、かなりこの辺も一新されていると、はい、あと先ほど板尾さんが触れてましたけども、はい、なんとここナンバーベースなくなってるんですね。ナンバーベースなくなってバンパー直付けに変わりましたね。伊藤さん、ようやく気がついたかって言ってましたね、はい、いらないことにようやく気がつきましたねって言ってましたけど、そうそう、メーカーの方でもあこれ無駄だなっていうのが多分分かったんだと思います。まあそれにできるように、はい、まあ、形状になってるっていうのもあるかもしれないですけど、はい、だいぶだから前回りスタイリッシュになりましたね。いやもう本当にかっこよくなりましたよねこれだけでも、はい、というわけでこんな感じの前回りになっております。そして横に回っていくと今回のお車はオプションがなかなかついてるということで、まず足元がオプションのホイール、はい、20インチポリゴンデザイン、はい、こちらが装着されております。標準が8/19の、5アブダイナミックデザインっていうホイールですけども、そこから1インチ大きくなって、ホイールのデザインもなんか RS にちょっと似てるなと思ったんですよね。あと横から見ても RS に見えます。そんな感じですよね、はい、
で適度な扁平とこのサイズ感ですごくこうスタイリッシュに見えるなと、はい、ただタイヤなんか少し引っ張ってる感出るんですねそうですね、あの若干引っ張ってるなって感じはしますね。でタイヤサイズの方も、ワンサイズアップしてて265に、はい、標準255ですけど、はい、なるということで、なんかもうワンサイズ太いのも履けそうな感じしますよね。もうワンサイズいけると思いますね、これだったら。でこれが別に変えてるとかじゃなくて、はい、アウディ純正印象タイヤなんで、はい、新車装着のものが装着されててちょっと引っ張った感じ、はい、もうちょっと出してもいいかなっていう。そうですね、出した方がいいのかなって気がしますね。僕ら的にはそう感じちゃいますよね。そうですね、はい、というわけでこんな感じの足元。そしてあとはオプションのカラードキャリパーにもなってるということで、はい、こちらの赤いシックスポットですかね。はい、そうです。こちらの巨大なブレーキもついております、はい、そしてサスペンションの方もダンピングコントロール、はい、S スポーツサスペンション、はい、これ標準装備なんですよね。はい、そうです。で通常グレード A5 にオプション設定もないんですよ、はい、ないです、はい、だから電子制御付きのスポーツサスペンションが欲しかったらもう S5 以上にならないと装着できないということで、はい、まあ、この辺もかなりいいポイントなのかなと、はい、こんな感じの足元になっております。そしてあとは横行くと、横もブラックスタイリングパッケージということでミラーだったりとかも黒くなりますし、窓枠も全部黒なんですね。全部黒になりますね。そして今回オプションのパノラマもついているということで、はい、まあ、この辺の欲しい装備なんかもしっかりついてるかなと、はい、あんまりないんですよねやっぱり。あ、そうなんですか、はい、あんまりいらっしゃらない、ついてるのがちょっとやっぱりなかなか探すとなかったりするとは思いますので。なるほど、はい、でこの辺はもう中古でどうすることもできませんもんね、はい、だからまあついてる 車欲しい方は選んでいただいた方がいいかな、はい。あと地味にあのリアのガラス、そうですね、プライバシーなんですよ。プライバシー、はい、あのスモークじゃないんですよ、はい、というわけでこの辺のオプションもついてる、はい、あとスタイリングやっぱりいいと思うんですよね。はい、そうです。アウディのこの直線的な、ここは一番こうポイントですね。プレスラインとサイドビューもかなりかっこよくなっております、はい、そしてリアに関しても、アウディですから4本通しの265、はい、20インチこちらのタイヤホイールになります。そしてリアもカラードキャリパーですから、はい、まあ、片押しですけれども赤くなって、だとカタログ見返してて気がついたんですけど、はい、ガソリンモデルだけリアがベンチなんですね、はい、らしいですよ。全然知らなかったです。あのディーゼルモデルってリアベンチディスクじゃないんですよ。あ、違うんですか。みたいです。あ、そうなんですか。ガソリンモデルの4号とあと S5、はい、RS5 になってベンチディスクになるということで。あ、そうなんですね、はい。まあ、その辺もだから多分速度域だったりだとか、はい、その辺の、まあ、車の使い方的にまあリアのブレーキが強化されているのも、はい、まあ、この辺のモデルっていうことになるみたいです、はい、そしてあとは今回スポーツバッグのご紹介ということで、まあ、この独特なシルエットと、あと使い勝手がいいんですよね。そうですね、あのセダンとワゴンの中間の使い方でできるということで、この辺、まあ、もしかしたらスタイリングに関しては好みあるかもしれないですけども、はい、僕は大好きな。いや、僕もスポーツバッグが一番好きです、はい、なんか市民権完全に得ましたよね。得ましたね。あの、はい、AMG の GT4 ドアとか、はいはいね、F5 とか、はい、あとは BM なんかでそういうの出してますけども、ね、なんかすごく、はい、あの市民権を得て、はい、あの乗られてる方も多い印象です。 ですね。そしてリアに関してはトランク後の小ぶりなスポイラーもついてて、当然アウディですから、はい、ダイナミック LED インジケーターでしょ、はい、あの辺なんかもついてくると、アウディが一番スムーズな気がするす。そうですね、わかります、言いたいことが、はい、最近国産車でも流れるウィンカー乗って、はいはいはい、結構多いじゃないですか。多いです、多いです。で全然幅がないのに流れてる車とか流れてるのもありますね。確かにあるじゃないですか、はい、けどなんかあのつぶつぶ感のなさと、はい、あの流れるスムーズさで言ったら、ね、アウディトップクラスな気がするんですね、はい、なんでこの辺の先頭周りに関してはこの後確認してみたいと思います、はい、そしてリアのバンパーも S5 標準でスポーツデザインの S スポーツバンパーになるということで、ね、専用バンパーになってます、はい、そしてマフラーも4本出しになると。で今覗いてみたらなんかバルブが助手席側についてて、はい、普段の排気はこっちから右側ですかね、はい、でバルブが開くと両方から排気するようなシステムになっているようで、はい、まあ、普段こっちから排気ガスが出るんで、そうですね、こっちだけ汚れるみたいですね、はい、まあ、バルブ付き車あるあるです、あるあるですね、はい、というわけでこんな感じのリアビューになっております。続いて内装を見てみたいと思います。内装も S5 ということで S スポーツシート、こちらが標準装備になっております。ダイヤモンドステッチとあとヘッドレスト一体型のこちらのシートになる感じですね。でさらに今回に関してはレザーパッケージも入っているということで、全体的にレザーになっている非常に豪華なシートになっております。で機能の方もマッサージだとか、あとエア調整式のランバーサポート、この辺なんかも充実しているシートになっております。だとダッシュボードの方に行くとカーボンアトラスデコラティブパネルがついているということで、こちらもS5 標準装備ですけれども、通常の A5 にはオプションでも取り付けができないということで、まあ、非常にこの辺も豪華なインテリアになっております。
続いて乗ってみたいと思います、はい、あ、このスカッフプレートも地味にこの S って入るのが S って入るんです、 S ラインと S5 だけですもんね、はい、そして乗り込むと、まあ、この辺はもうこのグラスドイツ車100点満点じゃないでしょうか。そしてシートに関してはあのこれ系で毎回言ってるんですけど、うん、はい、ステッチめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。重要ですね、はい、あの横に入ってるのか、はい、ステッチ入ってないのか違いますよね。あとは斜めに入ってるのかで、はい、全然座り心地違いますよね、はい、違います。でやっぱりステッチこう斜めにこう入るとこうボコボコがあるんでクッション性すごく高く感じるんですよね。高いですというわけで割とこうお尻と背中が沈み込むような感じのシートになっております。そしてホールドに関してはまあそこそこ、そうですね、あのタイトすぎず、はい、はい、コンフォートすぎずっていう感じです。で調整に関してもだいぶ細かくできますんで、はい、ナンバーサポートもしっかりついてて、でしかも今回なんとマッサージもついてるということでだいぶ豪華じゃないですか。豪華です、豪華です、ですよね、はい、やっぱりこの辺役付きならではの豪華装備ということで、で調整も比較的、はい、範囲も割と広いんで、まあ、様々な体型、はい、僕みたいなわがままボディでも、はい、ベストの挑戦できると思います。スタイリングはおなじみのこんな感じの集合体恐怖症の方ごめんなさいのスタイリング。あ、でもこっち上は普通のレザーなんですね。握るとこだけこの細かい穴のパンチングのこちらのスタイリングになっております。であとはスポークが割と細いんでこの辺の視界がいいのとレバー類が見やすいっていうのは結構あるかな。あとパドルに関しては相変わらず小ぶりっすね。ちっちゃいです。あの個人的にはもうちょっと外の方がいいかなって。そうですね、ちょっとこう内側に入ってるんで。そうですよね、はい、こんな感じで操作する感じになるんで。であとはやっぱりアウディといえばバーチャルコックピット、はい、で S5 に関してはバーチャルコックピットプラスということで、はいはい、まあ、この辺は端折っちゃいますけど相変わらずの、はい、使い勝手の良さじゃないかなと思います。で今回のお車は残念ながらヘッドアップディスプレイはついてないということで、はいはい、そしてあとはナビゲーション、こちらが 10.1 インチかな、はいはい、この辺も新しくなってますよね。ありました。というわけですごく使い勝手が良くなってると。で今回オプションのサラウンドビューもついてるということでこの360度とフロントカメラと、はい、この辺なんかもついております。そしてあとはオプションリスト一覧見たらなんかテレビもオプションみたいですよ、チューナーも、はい、今回の車はついております。あとはアンビエントが30色になっているということで、はい、これなかなか動画だと伝わりにくいですけども、ね、はいはい、こんな感じでインテリアライトも細かく、まあ、この辺はあれですよね、あのご来店いただければいじってみるなんてこともできますので、はい、ご確認していただきます、はい、そしてさらにナビゲーションの方は Google も使えるようになっているということで、はいはい、まあ、この辺なんかも便利に大宮駅まで案内して、あ、ちゃんと出ますね、はいはい、こんな感じで検索も音声の検索も使えるようになっております。だったらカープレイも使えるということで、はい、はい、で先ほどちょうどお客様がいらしててちょうどそのカープレイの話になってましたけど、はい、なんか iPhone15、はい、なんか新しすぎてつながらない場合もあるということで、まあ、この辺はあのスマホあるあるだと思うんですけれども、はい、ご確認いただいた方がいいんじゃないか。そしてエアコンに関しては3ゾーンが標準装備ということ で、はい、でしかもびっくりしたのがちょっとオンにしていいですか、はい、わかります、はいはい、ちゃんと静電センサー付きの、はいはい、この触れるとどこ触れてるのか出る、はいはい、果たして便利なのかどうかは分かりません。そうですね、はい、ただのスイッチじゃなくてちゃんとセンサー付きのこちらのスイッチになってると。そして3ゾーンでベッドリアとか、はい、その辺なんかもシンクロもついてますしね、はい、できるようになっております。そしてシートヒーターも、はいはい、フロントの座席に関しては、全部標準装備で S5 の場合ついてくる、はい、この辺いいのかなと。あとダイナミックセレクトおなじみの、はい、この辺なんかもついててサポートゲーなんかも充実しております、はい、そしてここちょっと小物入れ的な感じになっててタイプ A の USB、 あとドリンクホルダー、はい、こんな感じです。あ、これイルミネーション入ってるんですね。ここ入ってます、はい、そして小物入れ、はい、そしてシフトはおなじみのこんな感じです、はい、ただパーキングに関してはあんまりここの車って他ないですよね。アウディはまあおなじみだと思うんですけど、ちょっとうち自家用車が BMW なんで、はい、ちょっと慣れないです。あ、そうですよね、はい、大体こっちとか、はい、こっちとか、はい、こっちだったりするじゃないですか、はい、なんでまあこの辺慣れればまあ使いにくくはないのかなと、はい、こんな感じのシフトになってます。そしてあとはまあこの辺おなじみですよね、はい、飛ばしちゃいます。そしてアームレストの中はこんな感じで、はい、ちょっと浅めですけども、はい、そして奥側に USB の Type-C の入力がついてると、はい、でアームレストこれちょっとだけ前後できるんですよね。はい、こんな感じになって置くだけ充電は残念ながらついてないと。はい、そしてペダル関係、
ペダルも僕アウディ好きなところなんですよね。わかります、はいはい、なんかこうデザインと配置と、はい、必ずこんな感じじゃないですか、はいはい、そしてフォーメーションもいい感じです。狭さはあんまり感じないです。アクセル、まあでもこんな感じか、はい、でどっちかにオフセットしてるっていうこともないんで非常に運転しやすそうな感じ。そしてフットレストはもうちょっとかな、はい、あの僕の足を置くと、まあ、大体 80% ぐらいはカバーされますけど親指だけちょっと踏ん張れないぐらいのそんな感じのフットレストになっております。そして天井関係、S ラインと S 以上になるとこの黒い天井になるということで、ピラーも天井もバイザーも全部黒になっております。はい、こんな感じ。そして今回はパノラマがオプションついているということで割と大きいタイプ。そしてシェードも電動なんですね。結構あの手動のシェードも未だにあるじゃないですか、車によっては。 S5 の場合全部電動のシェードになっていると。そしてどこまで開くのか、あ、結構開きますね。はい、こんな感じで 80% ぐらい開くパノラマになっております。続いて後席も見てみたいと思います、はい、やっぱりこのクーペスタイルの窓枠がないのもいいのかな。いいですね、すっきりしますよね、はい、ちょっとでもここ感じます。やっぱりそうですね、ちょっとあと乗り込む時のここっすね。あ、やっぱりちょっとある程度身長ある方は注意していただいて乗り込んでいただく形になるかなと思います。結構そのスタイリッシュなセダンとかスポーツバッグの場合だと結構こうガラスがこう出てるんで、はいてますね、はい、乗り込む時にクアトロボルテとかギブリなんかもそうですけど、はいはいですね、結構こう顔に近くなる、はい、そしてここがやっぱり低いん で、 低いです、ね、少しかがまないと入れないのかなと、はい、ただ乗り込んじゃえばそんなにこう窮屈な感じは、はい、全然窮屈感はないです。今あのツッチーの位置でシート合ってると思うんですが、まあ、全然握り拳2つぐらい入っちゃう余裕もありますし、足の、まあ、足元っていうんですかね、もうシートの下にあの目いっぱい下げてなければですけれども全然つま先が入りますので、まあ、ゆとりはある方だと思います。ただやっぱり頭上ですね、ヘッドのクリアランスがちょっともう握り拳1個ぐらいがやっとなんで、多分180ぐらいの方だとだいぶ窮屈感が出てくるのかなと思います。板尾さんが170ぐらいです、はい、ぐらい、はい、ということでそれより高いとちょっと窮屈かなと。そうですね、窮屈感出てくると思います。装備に関してはどんな感じでしょう、はい、一応後ろ、まあ、先ほどあの3ゾーンのエアコンということで後ろにもエアコンの温度調整ができるようになっているのと、あとはあのシートヒーター後席もついてます。あ、後席もついてるんですね、はい、めちゃくちゃいいですね。はい、であと USB の A か、はい、がタイプが、充電オンリーになりますけど2系統というか2つついてます。なるほど、はい、であと 12V のシガーもついてますね、はい、シガーも備わってます。でセンターのそのアームレストが一応出せるようになってる、はい、まあこれもあそこはおなじみですね、おなじみの、はい、画面にパカパカじゃないですか、はい、今回こう独立して1個ずつなってます、はい、あとマップランプが、はいはい、あります。まあ、クッション自体はまあ 前の席と同じぐらいのまあクッション感なんですけど、ちょっとやっぱりサポートは前席ほどはありませんので、はい、まあ、ただちょっとえぐれてるんで、ホールド感はまあまああるかなっていうところですかね。あと S5 になるとどうしてもそのヘッドレスト一体のシートになるんで、はい、少し前方向の圧迫感はあるのかなっていう気はしますけど、はい、どうですか。そうですね、はい、ただショルダーとかが結構こうなだらかになっているので見通しはすごくいいです。なるほど、はい、そんなに視界は悪くない。悪くないです。全然この位置でモニターが丸々っと見えますので。なるほど、はい、こんな感じのリアシートになっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 2994cc V6 ターボということで、はい、馬力の方が354馬力トルクの方が51キロということで、はい、これ一番ベースグレードの A5 と比べて、はいはい、なんと馬力倍以上出てるそうです。そうやって考えると、はい、RS がやっぱりズバ抜けてますけど、はい、ズバ抜けてますね、はい、S5 もまあまあ狂った車だと思うんですよね、まあ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 、でしかもこれだけみんな電動化とか、はい、あとはなんかサポートがついている車が多い中、はいはい、一応純ガソリンなわけじゃないですか、はい、やっぱり買うなら今かなと。そうですね、そしてこれに組み合わせるミッションのが発足ティプトロニックということで、はい、この発足になるのも S と RS だけなんですよ、はい、S5 だと7速ということで、はい、まあ、その辺の特別感も。ただ S と RS ではギア比がやっぱり異なるみたいで、はい、よりスパルタンなギア比になっているのが RS、 より街乗りというか、はい、まあ、幅広いレンジで使っていただけるのが
S の、はい、ギアになっているみたいです。そしておなじみのクワトロの 4WD と組み合わせているんですけども、はい、これも通常前40後ろ60の、四駆なんですけども、状況に応じて前70リア30、はい、前15、はい、リア85の可変の四駆のシステムということで、はい、まあ、この辺は定評はあるんで、ありますね、はい、まあ、おなじみのシステムになりますけども、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。続いてトランクも見てみたいと思います、はい、トランクはもうフル電動ということでこんな感じで、はい、これもいいですよね。いいですね。ただスイッチは結構高くなっちゃうのかなっていう、はい、うちのかみさんとか、はい、子供たちだとちょっと押せないのかなって、ね、まあ、高さ調整はおそらくできると思うんですけど、はい、すね、はい、多分フルで使うとやっぱり開け切っちゃった方がいいと思うんで、はい、いいで、まあ、この辺は高さはちょっと必要かなと、はい、そしてトランクの方が465リッターということで、はい、でかいんですよ。でかいです。そしてちゃんと1段さらに低くなってるんで、はい、高さも結構いける、はい、イメージしてるのよりかも詰めますよね。詰めます、詰めます。どうしてもこのスタイリングなんで、はい、トランクもまあセダンプラスアルファかなぐらいに見えるんですけど、はい、そうですね、意外に荷物が詰めるということで、はい、でこの下一応開くようにはなってるんですけれども、はいはい、バッテリーということで、はい、まあ、普段なんか物入れたりとかっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、そうですね、少しスペースがあると。あります。そして当然リアシートも倒せるようになってますんで、はい、まあ、トランクスルーで、はい、使います。マックス使っていただくこともできると、はい、だから本当にワゴンとセダンの中間ぐらいの使い勝手のいい車になっております。はい、続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、行きましょう。駐車モードを開始。ちゃんとセルの音があるんですよ。そう、そうですね、そうですね。で、このスタートの排気音、はいはい、おいい感じだなと思うじゃないですか、はいはい、SD カードがありません。冗談みたいな音がちっちゃいですけどスタートの時の音が一番でかくないですか。でかいです。あと作ってんのかな、外で聞くともっと静かに聞こえるんですよ。そう、逆に中からの方が聞こえてる感じがします。しますよね、はい、もしかしたらこれ音ちょっと作ってんのかなっていう。外めちゃくちゃ静かっすよそうだと思います。ここは時代に抗えないで、そうですね、もうしょうがないですね、これは。そしてですね、ちょっと機能の部分振り返りますけれども、はい、今回オプションとして付いてるのは、ブラックスタイルのパッケージと、はい、あとパノラマテレビチューナー、あとバングも、はい、バングもそうですね、17万ぐらいするんですよね。はい、します。このオプションも付いてると、はい、あとレザーパッケージも付いてて、はい、カラーとブレーキキャリパーとか、あとプライバシーガラスとか、はい、オプションのホイールとか、はい、まあ、その辺も付いてると、はい、紹介するの、はい、ちょっと飛ばしちゃったんですけど、はい、ステアリングヒーターも、はい、これオプションなんですよね。これもしっかりついてると、はいはい、いいっすね。では参りましょう。行きましょう、はい、夜行機初めてなんですよ。そうですよね、はい、よいしょ。ですね、はい、このスタイリングなんで、はい、頭では分かってたんですけど、なんとなくこう RS っぽさあるのかなって思って今乗り出したら、びっくりするぐらいコンフォートなんですけど。ないですね、はい、しかもこれ20インチ入ってるのめちゃくちゃ乗り心地よくないですか。めちゃめちゃいいです、はい、めちゃくちゃいいですよね、はい、RS ってもうちょっとスパルタンですよね。いや、もう硬いですよ。もうちょっと硬いです。こうスルスルって前に出ただけで、はい、あ、これこれっていう感じじゃないですか。ですね、はい、そして参ります。
ほら。あ、早い早い早い。踏むとあれなんですよね。これ早いし、しかも踏むとちゃんと音聞こえますね。車内は、はい、外はどうなってるか分からないです。え、ちなみに今モードだってノーマルですもんね。多分ノーマルのはずですよ。スタート。あ、コンフォートですもんね。はい、びっくりした。え、なんか前距離乗り心地良くなってません？気のせいかな？車新しいからかな？あると思います。なんか車がすごい洗練された気がする。はい、一緒にマフラーも洗練されちゃいましたけど。そうですね。だいぶ洗練されましたからね。はい、で、思ったんですけど、はい、静かなんですよ。静かです。ロードノイズはわずかに聞こえるんですけど、はい、周りの音が聞こえないんですよ。聞こえないです。めっちゃ静かですよね、だから。対向車とか。ガラスとか普通ですからね。二重になってるわけじゃない。なんでだろう。むしろこのロードノイズの方が少し大きく聞こえるぐらい。これ多分扁平が薄いのと、まあ、265で幅があるの、はい、とこだと思うんですけど、車すっごい静かで硬すぎない、本当に。でブレーキの扱いにくさもない。ダメ出ししていいですか？いいですよ。あのここ。あ、そうですね。ちょっと本当ここでね。ここ、はい、そうなんです。あの前期ってあのベゼルの分厚い、はい、言ったらもう初期型 iPad みたいな感じだったじゃないですか、はいはいはい、それからだいぶベゼルは薄くなったっすけど、はい、でも表示されてない部分はまだ結構ありますよね。ありますあります。そうですよね、はい、ここ表示されないですもんね、はい、ただまあ一回り大きくなったし、はい、まあこれ単体の見た目は良くなったかなと、はい、ただもうこの醸し出るあのオンダッシュナビ感もう取ってつけた感が凄ましいですよね。もうちょっとどうにかなんなかったのかなって少し思ってしまいました。そうですね。ただちょうど今そういうなんていうんですか、大きな変化の境目じゃないですか、はい、だからもう従来のそのデザインに新しいこういうインターフェースというかを組み合わせるとなると、まあこうなるのかなっていう。そうですね。ちょっとダイナミックでいきましょうじゃあ、はい、チェンジ。当然インディビジュアルで細かく設定もできますけれども、はい、今回はこのダイナミックポチッ。そうすると、まあ、内容的にはこのインディビジュアルで一回覗きますけど、はい、ドライブシステム、サスペンション、ステアリング、はい、エンジン音、この辺なんかが全部細かく設定もできると、はい、まあ、とりあえずでもダイナミックにぶち込んでおいていただければ、はいはい、ワイルドな走りができると。ああ、ちょっとそうですね、はい、ああだいぶいいですね。だいぶいいです。ちょっと気のせいぐらいの差ですけど、マフラーの音も大きくなって。いやでもやっぱり静かだな。静かっすよね。細かい音が聞こえないんですよ。そうなんですよ。だから車がブーンと通り過ぎて、通り過ぎる音は聞こえるっすけど、はい、圧倒的にそのボリュームと、はい、その細かいザワザワって音がないんですよね。ないですね。だから余計マフラーの音は車内は聞こえやすい。あとはもう一点ダメ出しするとすれば、はい、あのトランク広いじゃないですか。はい、けど長物積もうとするとやっぱりそのシート倒したりとかもするじゃないですか、はいはい、トランクからシートが倒したいです。そうですね、はい、だそこかなっていう。まあでもそのぐらいかな。車としてはすごく優秀だから、もうちょっとでもスピード出るところで走ってみたいですね。そうですね、ちょっと今日打ち込んでますね、うん、コンフォートで走ると乗り心地もいいし静かだし。これだから距離乗っちゃうの分かるっすね。普段使いバリバリできちゃう。いやできるっすよこれ。はい、それこそあのうちのカメラマン、あの、はい、今回乗ってないですけど、はい、あの身長180いくつだ、185ぐらいかな、はいはい、まあ、ちょっとさすがにこうなっちゃうっていうことで今回やめましたけど、そんなに身長高くない方であれば全然大人4人乗れますもんね。大丈夫ですね。で荷物も詰めて、はい、あと S5 だとあんま嫌味がないのがいいのかなっていう。あ、それはありますね、はい。僕個人的にはですよ、はい、RS で緑色とか、はい、そうです主張が強すぎます、はい、真っ青とか大好きですけど、はい、あの車好きには多分受けめちゃくちゃいいと思うんですけど、いいですよね、はい、そうじゃない方だと、はい、少しその主張の激しさが、はい、必ずしも良くない場合もあるじゃないですか。ありますね、はいはい、だそういう時にやっぱりこういう何ですか、落ち着いた色の S5 とかって、はいはい、まあうるさくもないし、はい、使い勝手もいいし、はいはい、で嫌味がないのがすごくいいのかなっていう。じゃあマッサージ行きますね。どうぞ、はい、こんな感じでウェーブ、手もみ、ストレッチ。おお、結構押しますね。結構あれこんな押すんでしたっけ。ちょっと待ってくださいね。
あれこれはでも前期工学変わってないはずだよな。凝ってんのかな。人間が凝ってるのかもしれないです。結構押しますね。押しますよね。え、気のせいかな。なんかストロークがアップしてる気がするんですよね。日本製に変えたとかですか。わかんないです。え、めっちゃ押す気がする。あ、なんかでも本当にストロークっていうかもう幅が結構ありますよね。あると思いますね、これ。なんでだろう。気のせいかな。そして乗り心地のレビューに戻ると、あのダイナミックにしても全然あの硬すぎないですね。むしろ本当に20インチですかっていう乗り味じゃないですか。そうですね。だとびっくりするのは20インチでどうしても扁平ないんで、はい、細かいこの段差は拾うじゃないですか、はい、それもごくごくマイルドなんですよ。そうですね。普通もうちょっと拾えますよね。もうちょっときますもんね。それもないんですよ。だから本当にタイヤの扁平忘れるぐらいの、なんか本当にソフトに路面捉えてる感じがするっす。全然ダイナミックで問題ないです、はい。めちゃくちゃ乗りやすい。ただそんなに台数ないんですよね、やっぱり。ないんですよ。市場にも今30台ぐらいかな、はい、はい。あんまり多くはないので。しかないということで。枠、まあどうなんですかね。RS ってなんか枠が少ないって聞くじゃないですか、はいはい。S はでもそんなことないですよね、多分。多分もともとやっぱり出てないんじゃないですかね。台数が作れてないというか。なるほど、なるほど。行きます、どうぞ。え、めちゃくちゃ速いですよ。めちゃくちゃ速いですよ。速いですけど、一番最初の出だしなんか音だけ出てませんでした。そうですね、ちょっと時間差がありました。時間差ありましたよね、タイムラグが。全然扱えない速さですけど、ちょっと思ってたより速いかもしれない。ブーって走ってたのからするとだいぶ速い。あ、ちょっとラグありますね。ラグありますよね。ただもう法定速度まではもう1秒ぐらいで、はい、できますね、はい、結構速い、はい、あ、だからこれ結構高速とか飛ばしたら気持ちいいかもしれないですね、はい、そうですね。ちょっと本当にスタートダッシュではないですね。確かに、はい、ダイナミックに入れててもワンテンポ遅れてこうグーって車が前に出る感じなんで、はい、ね、楽しい。いや、いい車でした。よかったです。ありがとうございます。こちらこそ。じゃあ最後になりますけども、はい、僕いつも思うんですけど、やっぱりこう S5 とか、はい、あとは BMW の M、はい、M340 とか、はいはいはい、あとは AMG の C43 とか、はいはい、トップレンジの1個手前のってすごくやっぱり出来がいいというか、はい、まあ、あとは日本の車の使い方にすごく合ってるんだなっていうのをそうですね、はい、やっぱり感じましたね。ありますね、はい、でどうしてもトップレンジだと少し硬すぎたりだとか、はい、スパルタンすぎて、はい、まあ、日本の速度域だったりだとか、はい、車の使い方だとちょっとこう、まあ、オーバースペックですね、はい、なところもやっぱりあるのかなと思います。だその辺やっぱりこの辺のトップレンジ1個手前のってやっぱり使い勝手がすごくいい、はい、そうですね、はい、乗りやすいっていうのがやっぱりもう中古車市場のその距離の最初の話に戻りますけど、はいはい、まあ、そこに現れてるのかなということ で、はい、まあ、もしかしたら最後の純ガソリンになってしまうかもしれないということで、はいはい、まあ、乗るなら今じゃないかなと、はい、そしてこういった車、はい、買取の方ももちろんですお任せいただければ、はい、今なら特に頑張れるかもしれないということで、そうですね、はい、ぜひお気軽にお問い合わせください。というわけで今回はアウディ S5 スポーツバッグをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。